いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はパークハイアット東京ニューヨークグリルのランチビュッフェをご紹介いたします。今日はなんとすごいことがありまして、あのね、ビュッフェ台でビュッフェ撮ってたらね、あのちょっと大食い女子さんですかって声かけられまして、なんと視聴者の方が目の前にいらっしゃいました。過去のニューヨークグリルの動画も全部見て予習をしてきてくださったそうで、あとは自転車で帰ったことやキャピトルの中華などちゃんと見てくれてました。まだね、そんなに視聴回数も登録者数も多くないこちらのチャンネルですが、本当ね、こんな目の前で視聴者の方に会うなんてすごい確率だなと思いました。いつもね、本当コメントや見ていただけることにすごい助けられてますので、本当にありがとうございます。今日はね、天気がいいので外に富士山が見えてます。見えるかな、奥の方。もし私を見かけたら気軽に声をかけていただけたら嬉しいです。多分動画のまんまのキャラなのでそんなに違いはないと思います。それではお席へ案内していただいてます。今日はね、なんと初めてのお席で一人なんですけれども、こちらのよくファミリーが座っているちょっと半個室っぽいお席にご案内していただきました。やばーと思って、この大きなテーブルを一人で使える幸せ。そしてちょっとプライベート感。なんか一人だから気を使ってこちらにしてくれたのかなとちょっと思ったりもしました。こちらのニューヨークグリルのランチビュッフェですが、最初にアミューズブッシュ、次に前菜のビュッフェ、そしてメインが運ばれてきて、デザートとコーヒー紅茶という構成になってます。まずはお席に案内されたらメニューからメインを選びます。メインはこちらになります。アメリカ産のサーロイン、米沢豚のロース、それから鮮魚のグリル、鶏胸肉のグリル、自家製のパッパルテレ、エビと野菜のカレーになります。追加料金でお肉のアップグレードも可能です。今日は平日だったので、徐々にお席が埋まってくる感じだったんですけども、土日祝日だと結構最初から混み合ってるケースがありまして、私的おすすめはこちらのメインを先にホームページで見てもう決めていくことをおすすめしてます。理由はお席に案内されて、このメインをオーダーしたらアミューズが出てきて、アミューズ食べ終わったらビュッフェ台に案内されるので、このメニューを見てうーんとか言ってる時間の分、ビュッフェ台に行く時間がどんどんね、後回しになっちゃうので、先にもう決めて行ったらもうパッと頼んでおくとビュッフェ台までの時間がすぐになります。順番にね、ビュッフェ台に案内されるので、特にお休みの日で混んでるとビュッフェ台に取りに行くのにね、結構30分くらい待たされることもあるので、先に決めておくといいと思います。それでは今回もね、早めに行ってビュッフェ台取ってまいりました。まずはミックスグリーンレタス、トッピングがパルメザンとローストベーコンと、ガーリッククルトン、ドレッシングがシーザードレッシング、エシャロットドレッシング、タイムレモンドレッシングです。カブと人参のロースト、レモンとケッパードレッシング、チェリートマトのサラダ、ベビーバジル、さつまいものサラダ、ゴートチーズ、シトラスとアップルサイダー、ビネグレット。わあ、さつまいもと思ってテンション上がりました。続きまして、カツオのグリル、ハーブクラスト、グリーンゴッテスソース。鶏もも肉のグリル、ベリベリソース。名前が可愛い、ソースも。お隣に行きまして、サーモンの味噌マリネ、ホースラディッシュ、シソサワークリーム。キアヌサラダ、ズッキーニ、ブロッコリー。パンプキンシード、アボカドオイル、ビネグレット。ケイジャンスパイス、ブラックタイガー、ロメスコソース。タコのグリル、ミックスビーンズ、レッドオニオンのグリル、サルサベルデ。そういえばこれ食べるの忘れました。お次がビーフパストラミ、カンザスバーベキューマヨネーズ。粒マスタードとピクルスと玉ねぎ。
赤豚でいいのかな、ハムとチキンのコンフィテリーヌ。これね、編集の時点で豚が入ってることに今気づきました。お次はチーズです。自家製ベイクドリコッタチーズ、北海道産菩提寺蜂蜜、そしてチャツネ、くるみレーズンとゴーダとコンテとブリーのチーズです。そしてお隣がアイスのコーナー、まだ出てきてませんが、黒豆ときな粉のアイスクリーム、栗のアイスクリームということで、ゲー、私の好きなコーヒーアイスがないと思ってショックを受けました。続きまして、グレープフルーツとラズベリーのゼリー、洋梨とアーモンドのクリームパイ、3種のチョコレートベリーヌ、ピーカンパイ、ドゥルセイチョコレートケーキ、そしてこの前 YouTube でも紹介いたしました、コーヒーとマスカルポーネクリームジャイアントエクレア。そしてこちら、札がないと思ったら後ろにありました、アメリカンチーズケーキ、リンゴのコンポート。レモンカップケーキ、抹茶と大納言のロールケーキ、柿、栗とブルーベリーのバニラケーキ。今日のビュッフェメニューは以上になります。ちなみにですね、メニューの最後にコーヒー紅茶っていうのが書いてあるんですけれども、こちらのコーヒー紅茶は最初から頼めますので、もし飲みたい方は最初からオーダーしてみてください。多分ね、自分から言わないと最後のデザートの頃にコーヒー紅茶いかがですかって聞かれます。私はいつもの通りアイスカフェラテをお願いしました。ニューヨークグリルのアイスカフェラテはちゃんとね、こう豆感があって結構好きです。ここでアミューズが出てまいりました。スモークサーモンとアボカドのバケットです。このね、スモークサーモンがすごいいい感じで美味しかったです。アミューズが食べ終わると順番にビュッフェで案内されるので取ってまいりました。まず第1便目、その前にすでにアイスカフェラテをおかわりしております。まずはサラダ、今日サラダいっぱい食べたいと思ってたので、これで一皿持ってきました。エシャロットドレッシングをかけてます。カブと人参のロースト、レモンとケッパードレッシング、カツオのグリルハーブクラスト、グリーンゴッテスソース、鶏もも肉のグリルベリベリソース、そしてキアヌのサラダのほとんどキアヌなし、そして超気になったさつまいものサラダ、お隣のお皿に行きまして、サーモンの味噌マリネ、この焦げ目感が超美味しそう、ケイジャンスパイスブラックタイガー、ロメスコソース、ビーフパストラミのカンザスバーベキューマヨネーズ、赤豚とチキンのテリーヌ、そして最初からお気に入りのエクレア と、なんだっけ、グレープフルーツとラズベリーのゼリー、3種のチョコレートのベリーヌを持ってきました。本当はここでね、アイスクリームも持ってきたかったんですけど、今回のアイスクリームはちょっとね、どっちも私多分そんな得意じゃない感じでした。ではサラダからいただきます。このベーコンがめっちゃ分厚くて食べ応え抜群、これがね、サラダにのせ放題なのがすごい贅沢。そしてこちらのね、チェリートマトはすごい甘かった。
今回はエシャロットドレッシングにしました。本当にね、エシャロットの、なんていうの、つぶつぶじゃなくて、なんて言えばいいの、固形が入ってるので、すごいエシャロット感があって美味しいです。ここでやってまいりました。この私の大好きなサワードゥーブレッド、そしてこのバターがまた超うまい。なので、これ絶対食べてください。今日はこれをね、おかわりするっていう風に決めてきてます。このね、バターがまたクリーミーで、ちょっと塩気があって、もうね、超絶妙。バターはたっぷり漬けでお願いします。そしてね、エシャロットドレッシング、これ見えますかね、このエシャロットが刻んだやつが入ってるの。もうね、こんな感じで入ってるので、ドレッシングもお野菜感があって美味しいです。再びアイスカフェラテをおかわりしました。バターたっぷり。まだ始まったばかりですが、とりあえずお気に入りエクレアいただきたいと思います。このね、マスカルポーネのクリームとコーヒーのクリームがそれぞれでも美味しいんだけど、これ、ね、一緒に食べた時がね、また美味しい。それで見て、このね、バターのちょっと溶けたのがね、じゅわってくる、これこの感じが、もうね、めっちゃこのパンに溶け込んで美味しいです。そして、それではこの期待のさつまいもサラダいただきます。これね、イメージと違った。一番最初に来るのはね、レモンっぽい感じの酸味で、芋かちょっとわかんないなっていう印象。その後にビネガー感が来て、そして最後に、あ、そういえばこれさつまいもだったみたいな感じ。続きまして、キアヌのサラダのほとんどキアヌなし、ブロッコリーじゃんって感じなんですけど、アボカドビネグレットドレッシングだっけ、美味しかったです。普通にブロッコリーサラダ、キアヌこれだけかいって感じです。続きまして、鶏もも肉のグリル、これね、超お気に入り。何がお気に入りかって言ったらね、このね、ベリベリソースが美味しかった。なんかね、このソースがね、メキシカンっぽい、でもメキシコまで行ってないの、そのちょっと手前って感じ。このね、ベリベリソースがいい仕事してたので、ソースたっぷりめでお願いします。またアイスカフェラテをおかわりしました。次がカブと人参のロースト。人参の大きいのは基本的に持ってこないんですけど、なんか美味しそうなんで持ってきました。めっちゃ人参感でもね、私でも食べれました。そしてこちらのカブなんですけれども、なんか思ったよりもなんかすごいみずみずしかった。かつね、この茎がちょっと残ってるので苦味がプラスされて、それがちょっと新鮮な感じ。ドレッシングはレモンっぽい爽やかな感じでした。こちらのサワードゥーブレッドには1個に対してバター必ず1個使ってほしいです。続きまして、カツオのグリル、ハーブクラスとグリーンゴッテスソース。このね、カツオがほんと臭みがなくて美味しい。グリーンゴッテスソースを持ってきましたが、なんか今日の気分はね、これ醤油で食べたかった。毎回グリーンゴッテスソースがこちらセットですけども、これね、醤油でいいんじゃないかって今日思った。そして、グレープフルーツとラズベリーのゼリー。これ色がほんとね、結構赤めですごい綺麗な色。そして上にさ、これホジソが乗ってて、ちょっとなんか斬新だなと思いました。まずは上のグレープフルーツだけいただいたんですけど、グレープフルーツ食べたんですけど、このラズベリーソースがいっぱいかかってて、味はラズベリーでした。若干ね、グレフルも入ってるのかなとは思うんですけど、ほとんどラズベリーの味が強かったです。ここでサワードゥーブレッドのおかわりがやってまいりました。そしてね、こちらのなんかゼリーの食感がね、なんかツルンプルンっていう感じじゃなくて、クラッシュゼリーとも違うんだけど、なんかね、普通のゼリーとクラッシュゼリーの中間みたいな舌触り。こちらは3種のチョコのベリーヌ、多分ホワイトチョコとヘゼルナッツ。そして横から見るとまたチョコレートが2層になってます。
これはね、なんか見た感じチョコムースっぽいのかと思ったら、この見て見て、この結構ね、上のクリームも重めな感じで、この下もね、結構スプーン入れても重い感じ。そしてめっちゃ濃厚。多分この上のね、白いクリームなのかな、なんかね、バタークリームっぽい。軽い感じじゃなくて、スッて溶ける感じでもなくて、こう口の中にね、こう居座る感じ。生チョコまではいかないんだけど、なんかほんと割とね、ちょっとバター感がありそうな、重めなチョコレートスイーツになってます。お次が、編集の時点まで豚が入ってることを知らなかった、豚とチキンのテリーヌ。これはね、なんか見た感じが結構お肉寄りな感じがしますが、食べるとこうお肉とテリーヌのなんか中間っぽい感じがしました。このそのものにはね、そんなに味付けは薄味、そんなに味付いてないと思います。これね、マスタードで食べたけど、チキンについてたさっきのベリベリソースとかでも美味しいかなと思います。お次がサーモンの味噌マリネ。これね、味噌マリネなのかはちょっと分かんなかったけど、ただ油がすごい乗ってて、なんかね、いつも以上に美味しかった気がします。これね、まずは何もつけずにそのまま食べたんですけど、あの味噌味とかは分かんなかったけど、なんかね、このままでもね、十分美味しかった。次にホースラディッシュをつけていただきました。これもね、美味しいんだけど、今日のね、このサーモンは、サーモン自体がすごい美味しいから、あの、オリーブオイルと塩で食べたい。シンプルなままで勝負できるサーモンな感じがしました。お次は、ブラックタイガーシュリンプ。これね、尻尾外した時点でめっちゃケイジャン感があり、これはね、エビだけで食べるとそんなに味はついてないです。で、このね、ソースがね、めっちゃ、なんて言うんだろう、ケイジャンパンチが最初にやってくる。だけど、なんかもうちょっとね、深みが欲しいなっていう感じがしました。なので、これはね、やっぱりね、先ほどのベリベリソースか、ビーフパストラミについてる、バーベキューソース、マヨネーズがおすすめ。お次が、ビーフパストラミ。これはほんとね、最初食べた瞬間にほんのりなんか甘みを感じるような、その次に、あ、ビーフパストラミだねっていう感じで、最後にペッパーがね、ピリピリっとくる感じ。そしてね、このペッパー感がね、また食べた後も口の中になんとなくこう余韻として残る。そしてこちらのね、パストラミの付け合わせがカンザスバーベキューマヨネーズ、これなんですけどね、味はケチャップマヨネーズになんかスパイス効いた感じ。あの、ケチャップマヨネーズが好きだったら、あの、美味しいと思います。ここでアイスが登場しました。これがきな粉と黒豆のアイス。そして栗のアイスになります。一旦デザートを取りに行ったら、メインのパスタが到着してました。あ、そうそう、今日はね、パスタにしたんです。こちらは自家製全粒粉のパッパルデレパスタ、和牛とポルチーニのラグーソース、パルメザンセージです。このね、太いパスタが数日前から無性に食べたくて、今日はこれが食べられて幸せです。これね、もう見るからに美味しそうでしょ、ね、食べなくてもわかる美味しさ。あとデザート持ってまいりました。さっき爽やかで美味しかったグレープフルーツと、ラズベリーのゼリー、それからお気に入りのマスカルポーネクリームとコーヒーのエクレア、そして洋梨とアーモンドクリームパイです。デザートを取りに行ってる間にちゃんとデザート用のスプーンが用意されてました。お席を立って戻ってくるとね、いつもこの新しいカトラリーが用意されてます。それでは期待のパスタいただきたいと思います。まずこのキノコ、なんかね、塩コショウが絶妙で、なんかね、これ多分ステーキを焼いてる鉄板でこのキノコも焼いてるんじゃないかと、なんかね、なんとなくこうお肉のジューシー感がキノコにも染みてた。そしてこちらの和牛、これはね、パスタに入ってる和牛じゃない、もうね、ステーキレベル、和牛ステーキですって言われても納得するレベルの柔らかジューシー、甘みがあるお肉、最高に美味しい。
そしてこの太麺パッパルデーにラグーソースがめっちゃ絡んでる。もう絶対うまい。これ食べたらね、めっちゃうまい。これ、あの、私もう一個ニューヨークグリルのガーリックトマトのロブスターのパスタお気に入りなんですけど、ついこの前食べたけど、こっちの方が勝ってるかも。そしてこちらのキノコもね、やっぱりなんかこうお肉っぽい味が染みてる感じがして、すごい美味しかった。もうね、このパスタも美味しいし、ボリュームあるし、本当にこのお肉がね、甘くてうまくて、本当食べた瞬間に柔らかじゅわってお肉のこう脂身っていうか、なんていうの、本当ね美味しい。だからね、あのメニュー、あ、メインでアメリカンビーフのサーロインとパスタをもしあなたが悩むなら、あの絶対こっちのパスタの方がいいと思います。このパスタの方がパスタも楽しめて、この和牛がアメリカンビーフより絶対柔らかくて美味しいから、あのステーキ感もちっちゃいけどね、楽しめるので、一石二鳥。そしてこちらのゼリーの上にホジソンが乗ってるのがもうほんとすごい斬新だなと思って、もうこれお刺身の横についてるやつでしょとか思ったんですけど、ほんとね、この食べた瞬間にふわってこうシソの香りが広がって、それがまたね、このグレープフルーツとラズベリーとね、すごい合うの。このね、ホジソとグレープフルーツとラズベリーの3種の共演がね、マジで最強。それでね、聞いたんですよ。これなんでホジソ乗っけたんですかって。でよく、ね、私授業中質問するんですけど、そうすると、いつもね、それテストに関係ないから気にしないでとか言われるんですけど、そういう問題じゃなくて、あの別にテストに出るとか出ないかはどうでもよくて、なんか知りたいっていう、あの、それ、そういう欲求があって、今回も聞いてみました。そしたらなんとね、ちゃんとペストリーにまで確認してくれて、ペストリーシェフの方がフランス人で、このホジソンの色合いがすごい気に入ったので、スイーツの上に色合いとして乗せてるそうです。このね、色合いも合ってますけどね、味もね、香りもね、すごい合ってた。お次が洋梨とアーモンドクリームのパイ、あ、パイ、パイ、パイだよね、これ。パイなんだけど、でもね、タルトっぽい。最初ね、この端っこの部分を食べますと、見た感じもわかると思うんですが、すごいアーモンド感、タルトパイのこの外側もクリーム、アーモンドクリームも入ってるのかな。そしてスライスアーモンドも乗ってるので、端っこの部分はね、すごいアーモンド感が強い。外側のこの生地もすごいサクサクで美味しかったです。かと思ったらね、この二口目のね、中央部分を食べたら、今度はね、洋梨感がすごい。そして最後のね、この外側はまたアーモンド感が強くて、食べる場所によってこのアーモンド感と洋梨感がそれぞれ楽しめる、洋梨とアーモンドクリームの、パイでした。そしてお気に入りのこちらのマスカルポーネとコーヒーのエクレア。これね、本当にこのクリームが美味しいので、ぜひ召し上がってください。カフェラテを相当飲みましたので紅茶に変更いたしました。こちらはニューヨークグリル限定のミントウバって言ったかな、をお願いしました。アールグレーダージリンアッサムの普通の紅茶もありますが、差し湯もついてきます。なんかね、ニューヨークグリル限定のフレーバーもあり、そしてハーブティーもあります。これね、すごいミント香ってて、あの食後で結構食べた後には爽やかでなかなか良い。そして飲み終わって継ぎ足したら、思いのほかいっぱい出てきてこぼしました。ちょっと隠した、見えてるけど。そしてね、差し湯をしたら、これもまたね、思いのほかドボッと出てきてまたこぼした。この後カモミールティーもお願いしました。ハーブティーはカモミールとローズヒップと、ミントがあります。あのお飲み物のお飲み会も自由です。いかがでしたか？今日はパークハイアット東京ニューヨークグリルのランチビュッフェをご紹介いたしました。3ヶ月前に行った時とはまた少しメニューが変わってましたが、鶏もも肉のグリルとサーモン、あとはね、あのパスタ、メインのパスタが美味しかったのでおすすめです。ちなみに、パックハヤと2週間前に宿泊しまして、こちらのペストリーブティックも行ったばかりなので、まあそんなにケーキは変わってないだろうなと思ったら半分以上変わってました。そしてデリカテッセンの方も合わせて見てきたんですけども、12時前に行った時には、今回はね、結構品数揃ってましたが、ビュッフェが終わって、
4時くらいに行った時にはほとんどガラガラになってました。ニューヨークグリルのビュッフェはそういえば言ってなかった。12時スタートで3時に前菜が下がって3時半までデザートが取れます。お席はだいたい4時ぐらいまでだけど、お客さん次第ということでした。前々回私たちもね4時半ぐらいまで居座ってたんですけど、そんな感じでも OK そうでした。いつもご視聴いただきありがとうございます。こちらのチャンネルではホテルのお部屋、ご飯、お土産を紹介しています。ホテルが好きな方はチャンネル登録よろしくお願いします。